1977年、国鉄地北線時代の桶戸駅と、周囲 1km 範囲。右上が、北見方面。標高、約 220m、周囲の山々と 300m ほど高低差のある、谷筋に、木材搬出を主目的として作られた駅で、山を越えた北隣の関北本線、留江市辺駅と、似ている。駅裏正面から、池田側に、 北見営林局受けと営林所管轄の広大なストックヤードが広がる。その周囲にはたくさんの木工場が建てられており、駅裏ほとんどすべて木材関係の施設が占めている。相対式ホームに面に線と、駅舎横の北見側に貨物ホームと引き込み線、駅裏側に3本の留置線、そこからヤードの池田側へ2本の貨物積み下ろし線が伸びる。 かつてはもう一本ヤードの中央に伸びていたが、すでに撤去されて、軌道跡が小道状になっている。その積み下ろし線と本線との間に、縦屋があるが、おけとり区別間にある、地北峠越え用の補給用機関車の車庫で、以前は、そのすぐ北見寄りに転車台があったが、撤去され、埋められてほとんど痕跡がなくなっている。かつてはこの、ヤードの南西帯へ、 ポケト森林鉄道が接続し、西方のところ川上流、現在のカノコダムより、さらに上流にある支流の上ほろかところ川や、勝山から南西に分かれる支流の新所ところ川上流から、勝山に設けられた中継地を介して、木材を運び込んでいた。写真左下に見える踏切よりも川より、本線のところ川鉄橋手前にくぼんでカーブしていく。 あとと本線の短い鉄橋が残っているが、軌道はそこをくぐり抜けて、川を当たらずに急道に沿って、山裾を回り込みながら、勝山へ向かっていた。国土交通省国土画像情報をもとに、作成オケト駅は、北海道ところ郡オケト町技オケトにあった、北海道地北高原鉄道ふるさと銀河線の駅で、ある。電報略号はオケ。所在地名より、 アイヌ語のオケトゥーン内に由来するとされる。駅事務室がオケト町しか診療所へ改修されたほか、2012年10月25日には、駅の吹き抜けの開放的な空間を活かして、町民有志が運営するオケトポッポ絵画館が開設された。ホームや線路、火などはそのまま残されている。オケト町の中心駅。町の機能がほぼ揃っている。 勝利別と桶ケトの戦北峠に、1916年から1931年まで、釧路北信号場が置かれていた。また、同一地点に、戦後間もない頃から1957年まで釧路、北仮上校場が置かれていた。ありがとうございます。